新庄夢は、日本の女優、グラビアアイドル。群馬県出身。A プラス所属。フリーモデル兼コスプレイヤーとして活動している際に、集英社、週刊ヤングジャンプの端末ページに掲載された。このグラビアページを A プラス代表が見たことで同社への所属が決まった。A プラスからスカウトを受けた際には、もともと人前に出るのが苦手なタイプだったことから、悩んでいたが、あなたは、 演技や映像の中で輝ける人だから絶対やった方がいいと強く押されて所属を決意した。2018年末には所属事務所の先輩吉岡里保と共に週刊プレイボーイ総刊52周年アドボード広告に抜擢。初グラビアを飾る。2019年5月から FM 群馬サンセット5の1コーナーシークレットアワーで名前と顔を隠し色派として パーソナリティを担当。二千二十年二月に番組内で正体を明かした。このコーナーは後に第五十七回ギャラクシー賞のラジオ部門で奨励賞を受賞した。二千二十年四月からは同局のポトラックの一コーナー、新情ゆがたそがれミュージックを担当している。二千二十年三月八日、放送開始のスーパー戦隊シリーズ第四十四作、マシン戦隊。 キラメイジャーに、女戦士、早見せなキラメイクリーン役で出演。早見せなは、女子陸上界のスーパースターという設定だが、本人は、中学、高校時代は6年間作動部で、もともと体育は苦手だったと語っている。幼少期から、プリキュアシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、仮面ライダーシリーズを見てきたため、自分がヒーローになれたことは本当に嬉しかったと語っている。 メイン監督の山口京平は、新城が自身と正反対のキャラクターを演じることにやりづらさを見せていたが、次第に本人の明るさが反映されたり、走りの特訓を行うなどして役をものにしていったと証言している。資格は、佐道では裏、千家の手前を、書道では中東武士班をそれぞれ習得している。毎週、部屋に花を一本飾っている。12年間、 ピアノを習っており、ドビュッシーやショッパンの曲調が好きだと語っている。写真を撮ることが好きで、フィルムとデジタル両方のカメラを持っている。目標としている女優は、吉岡里帆。ドラマ、相棒、仮想圏の女が好きで、刑事物や時代劇への出演を目標としている。アニメでは、ワールドトリガーが好きである。夢色に関するカテゴリー。ありがとうございます。